3日目7レース2乗戦1着で勝ち上がりました徳島98期の原田健太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。本日は短期での競争となりましたけども、初手など含め作戦いかがでしょうか。そうですね、初盤的に後ろでちょっと枠だったので、後ろのラインから、追走してから考えようと思ってました。すごい主導権争いというか切るところが多かったんですけども、その辺はどういうふうに見て走ってましたか。落ち着いて、この細切れ戦だったので、自分で仕掛けるというよりはやっぱり短期で先ほど足をしっかり溜めてっていう感じですかね。そうですね、このメンバーで脚力的に落ちるので、そこを無理やりっていうよりかはうまく乗っかってって感じで走りました。ちょっと乗ってみようかなと思いました。最後直線で伸びて1着となりましたけども、ご自身の足の感覚はどうでしょうか。そうですね、悪くなったと思います。では明日が、休養日であって明後日準決勝になると思いますけども、明日はどういうふうに過ごされますかね。軽く、では、準決勝に向けて意気込みをよろしくお願いいたします。そうですね、今日同様、しっかり出し切って、あと2日間頑張りたいと思います。ありがとうございました。